よし、やるか。水をかぶれ、ナイフも刺さるでしょう。避けた、どこへ。すべてを許そう、ニコロビン。なぜなら俺は花から誰一人信用しちゃいねえからさ。なぜ生きてるんだ。何度も何度もなぜてめえは俺に立ち向かってくる。まだ返してもらってねえか。お前が奪った国を。じゃあ、ザードスパーだ。おかしなことを言うやつだ。国はこれからもらう。俺たちがここに来た時には。もうとっくになかったぞ。あいつの国なんて、ここが本当にあいつの国ならもっと笑ってられるはずだ。この国にはねえはずだ。
数人の目的のために死んでどうする。リビオン、人には死ぬなって言うくせに、自分は一番に命を捨てて人を助けようとする。だからその厄介者を見捨てちまえばいいと。俺はちょっと死なせたくねえから。仲間だろうが。どうあっても俺をぶちのめしたいらしい。俺もお前を目障りな敵と認めよう。ちょっとグランドセット、グランドです。崩れてきた。早くあいつ倒さねえとヤバそうだ。デザートジラソーレ、まだまだ。ぶっ壊れた柱から水が出たぞ。もしかしたら他の柱も。駆け出しの海賊が勝てる相手じゃねえ。諦めろ。リビが国を諦めねえ限り、俺も戦うことをやめねえ。たとえてめえが死んでも。死んだ時はそれはそれだ。死闘の末、ルフィはクロコダイルを撃破し、バロックワークスは壊滅。アラバスタの反乱は麦わらの一味とビビの活躍により終結した。
束の間の休息と宴に興じるルフィたちだったが、海軍は彼らを捕らえるべく海上封鎖を敢行。ゴーイングメリー号を心配する一味のもとに船は無事だと連絡が入る。その相手は敵として戦ったミスター2ボンクレーだった。ダチだからよ。さらにミスター2はビビを待つという一味の友情に心を打たれ、部下と共に自らおとりとなって海軍の攻撃からルフィたちを逃がす。男の道をそれるとも、女の道をそれるとも、踏み外せぬは人の道。散らばもろとも誠の空に咲かせてみせよう。オーカマウェイ。ボンちゃん、俺たちおめえらのこと絶対忘れねえからな。一方ビビは一味と共に後悔を続けるか、それとも国に残り王女として生きていくか、一つの選択を前にしていた。その選択に結論を出したビビはクロコダイルの脅威が去ったアラバスタの国民に向け演説を始める。少しだけ冒険をしました。それは暗い海を渡る絶望を探す旅でした。暗い暗い嵐の中で一隻の船に会いました。船は私の背中を押してこう言います。お前にはあの光が見えないのか。海に逆らわず、しかし船首はまっすぐに、たとえ逆風だろうとも。そして指を指します。見ろ、光があった。歴史はやがてこれを幻と呼ぶけれど、私にはそれだけが真実。そしてみんなービビー、ほら来たビビー。船を戻そう、急げ。ビビーちゃん、海軍もそこまで来てるぞ。お別れを言いに来たの。今なんて。私一緒には行けません。今まで本当にありがとう。冒険はまだしたいけど、私はやっぱりこの国を愛してるから、だから行けません。そっか、私は印なら罰がいい。なんで、海賊だろ。でもあれ本来相手への死を意味するんだぞ。いいんだ、罰がいいな。ビビかっこいいもんな。うん、私もそれがいい。なんでもいいから書けよ。本題はそこじゃねえんだ。これでよし。私はここに残るけど、いつかまた会えたらもう一度仲間と呼んでくれますか。いつまでも仲…バカ、返事しちゃダメ。海軍がビビに気づいてる。私たちとビビとの関わりを証拠付けたらビビは罪人になるわ。このまま黙って別れましょう。これから何が起こっても左腕のこれが仲間の印だ。しゅっ、
勇敢な海の戦士に俺はなる。メソすんな。そんなに別れたくなきゃ力ずくで連れてくりゃよかったんだ。うわ、野蛮人最低。マリモ、わかったよ。好きなだけ泣いてろ。やっと島を出たみたいね。ご苦労様。ああ、の組織の仇討ちか。相手になるぞ。敵襲、敵襲。綺麗なお姉様。あ、なんだ、お前じゃねえか。生きてたのか。あんた、いつからこの船に。モンキー・ディ・ルフィ、あなた私に何をしたか忘れてないわよね。おい、お前嘘つくな。俺は何もしてねえぞ。いいえ、耐え難い仕打ちを受けました。責任取ってね。意味わかんねえやつだな。どうしろってんだよ。私を仲間に入れて。はあ、崩れゆく総裁殿の中で私はポーネグリフと共に埋もれて死ぬはずだった。私もそれを望んでいた。なのにあなたは私を生かした。それがあなたの罪。私には行くあても帰る場所もない。だからこの船に置いて。なんだ、そうか、それはしょうがねえな。いいぞルフィ。心配すんなって、こいつは悪いやつじゃねえから。ロビンを仲間に加え、グランドラインを進むルフィたちだが、ログポースが空を示すという事態に直面する。空にあるという島の伝説を信じて情報を集める中、大型ルーキーと称される海賊ハイエナのベラミーと遭遇する。空に島があるって？一体いつの時代の人間だよ。いいか、海賊が夢を見る時代はもう終わったんだ。ベラミーから売られた喧嘩をあえて買わず、嘲笑や暴力に耐えたルフィたちは謎の海賊と出会う。空島はあるぜ。海賊が夢を見る時代が終わるって。え、おい、ぜははははは。人の夢は終わらねえ。笑われていこうじゃねえか。高みを目指せば出す拳の道からねえ喧嘩もあるもんだ。その後、空島へ向かう手がかりを得たルフィたちは立ちはだかったベラミーを倒し、空島スカイピアへと到達した。空島での冒険を終え、深く損傷したゴーイングメリー号、一味はその修理をするため腕利きの船大工を求めて海を進む。その途中、突如ルフィたちの前に現れた海軍大将青木地と交戦。一味は全く歯が立たず、その力の差を思い知らされる。
お前たちはこの先ニコロビンを必ず持て余す。ニコロビンという女の生まれついた星の凶暴性を背負いきれなくなる。ロビンについて不吉な忠告を残した青木次は一味を捕らえることなく去っていった。その一件の後、一味を乗せグランドラインを進むゴーイングメリー号の眼前に目的地ウォーターセブンが姿を見せる。船大工たちからメリー号修理の査定を受けるべく、ルフィたちは造船会社ガレーラカンパニーへと向かう。メリー号が直せねえって、なんでだ。おめえらすげえ船大工なんじゃねえのかよ。査定の結果は聞いただろう。船の全骨格の土台となる流骨がひどく損傷している。そんな、じゃあ本当にもうゴーイングメリー号では二度と航海できないの？まあ船の寿命だ。いい機会じゃねえか。諦めて新しい船を買ってけ。いや、乗り換える気はねえ。俺たちの船はゴーイングメリー号だ。今日だって快適に走ってたんだ。なのに急に後悔できねえなんて信じられるか。沈むまで乗れば満足か。呆れたもんだ。てめえそれでも一線の船長か。話は一旦終わりだな。船を買う気になったらまた来い。せっかく空島の黄金を売って修理代も手に入れたのに、肝心の船の修理ができないんじゃ。おい、ナミ、大変だ。金の入ってるケースがないぞ。冗談やめてよ。あのお金がなくなったら、うわー！そういやウソップもいねえぞ。どこ行ったんだ。一方、その頃、水が澄んでて街並みも綺麗ね。歩ける場所もあるんだな。近くの島では今仮想カーニバルをやっているらしいわ。この街の人たちも参加の準備をしてるみたいね。え？なんでそんなこと知ってるんだ？そんな話し声が聞こえたから。癖なの。子供の頃から人の顔色を見て聞き耳を立てて生きてきたから。はあ、すげえなロビンは。お、あそこに本屋がある。寄っていいか？もちろん入りましょう。CP9 です。CP9。 あれ、ロビンどこ行ったんだ。おーい、ロビン。
ほどの大金じゃねえか。待て泥棒、金返せ2億ベリー。兄貴に届けるぞ。それ逃げろ。くそ、逃げられた。絶対に取り返さねえと、みんなに合わせる顔がねえ。金を取った奴らはまだ近くにいるはずだ。絶対に取り戻さねえと。流れ星、やる。持ってるみてえだな。焦らず取り返さねえと。どうだ、ダバイゴシ。しまったけど、今は金が先だ。何が何でも奪い返さなきゃならねえ。なてめえ、なだれます。なてめえ、なだれます。メリーを直すはずだったんだ。絶対に取り返す。ダバイゴシ、ヤクボシ、
が親玉か。またこの金を狙って、絶対に渡さねえぞ。残念ながら世間じゃ海賊から何を奪おうと罪に問われねえのよ。長穴坊や、覚えときな、俺に逆らっちゃ生きていけねえぜ。ふざけんな男。ウソップ受けて立つ。ウソップ、息はあるか、チョッパー。死んじゃいない。大丈夫、助けられるよ。ちょっと待ってろよ、ウソップ。あのふざけた家吹き飛ばしてくるからよ。誰だ、てめえらは。あれは麦わらのルフィ、あの貧弱長っ鼻野郎のいる一味の船長だ。てめえの実力のほども知れるってもんだな。こっちから叩き潰してやる。うやっ、おちょっと待て、おめえら、金だろ、返してほしいのは。残念だがここにはもうねえ。フランキーの兄貴が持って買い物に出ちまったんだ。つまりここでどれだけ暴れようとも金は戻っては。もう喋ってくれるな、そういうこっちゃねえんだよ。そうだな、もう手遅れだ。お前ら骨も残らねえと思え。おうか、フランキー。どこへだよ。参ったな。金の行方は本当にわからねえようだ。フランキーってやつを締め上げても買い物された後じゃな。おい、ウソップの応急処置終わったぞ。とにかく船に戻るか、ルフィ。船よ。ん？決めたよ。ゴーイングメリーゴーとはここで別れよう。船はよ、乗り換えることにしたんだ。ゴーイングメリーゴーには世話になったけど、この船での航海はここまでだ。待てよ、そんなお前、修理代足りなくなったのか。違うよ、そうじゃねえ。じゃあなんだよ、なんで乗り換えるなんてくだらねえことを言うんだ。メリー号はもう直せねえんだよ。お前、一流と言われる船大工たちがもうダメだと言っただけで、今までずっと一緒に海を旅してきた大事な仲間を、お前はこんなところで見殺しにする気か。
じゃあお前に判断できんのかよ。お前は船大工じゃねえだろウソップ。ああそうだ、それがどうした。絶対に俺は見捨てねえぞこの船よ。これは俺が決めたことだ。今さらお前が何言ったって意見は変えねえ。いいかルフィ、誰でもてめえみたいに前ばっかり向いて生きていけるわけじゃねえ。俺は傷ついた仲間を置き去りにこの先の海へなんて進めねえ。いい加減にしろお前ルフィ。お前だけが辛いなんて思うなよ。だったら乗り換えるなんて答えが出るはずがねえ。じゃあいいさ、そんなに俺のやり方が気に入らねえんなら今すぐこの船に。バカ野郎が、てめえ今何言おうとしたんだ。滅多なこと口にするもんじゃねえぞ。いや、いいんだルフィ、それがお前の本心だろ。なんだと。使えねえ仲間は次々に切り捨てて先に進めばいい。メリー号に見切りをつけるんなら俺にもそうしろよ。意見が食い違ってまで一緒に旅することねえよ。俺はこの一味をやめる。確かにその船は船長であるお前のもんだ。だから俺と戦え。俺が勝ったらメリー号はもらっていく。モンキー D ルフィー、俺と決闘しろ。どんな目にあっても後悔するな。お前が望んだ決闘だ。当たり前だ、殺す気で来いよ。返り討ちにしてやる。俺には8000人の部下がいる。命が惜しけりゃ今すぐ降参しろ。お前にそんな部下はいねえことぐらい知ってる。
衝撃インパクト、どうだ畜生、ゴムゴムのブレット、お前が俺に勝てるわけねえだろうが、メリーゴはお前の好きにしろよ。新しい船を手に入れてこの先の海へ俺たちは進む。じゃあな、ウソップ。今まで楽しかった。重い。それがキャプテンだろう。迷うな。お前がフラフラしてやがったら、俺たちは誰を信じりゃいいんだよ。船を明け渡そう。俺たちはもうこの船には戻れねえから。ゆっ、